北口遠望南口港内周辺の遺跡から出土した道橋をデザインした駅名標築前前原駅は福岡県糸島市前原中央一丁目にある九州旅客鉄道地区非線の駅である。駅番号は JK08 糸島市の中心駅当駅を境に東側は複線で西側は単線となっている。快速の停車駅で 平日は当駅を境に、東側が各駅停車、西側が主要駅停車区間になる。筑肥線電化開業までは急行、平戸が停車していた。筑肥線と相互直通運転を実施している福岡市地下鉄空港線の福岡市交通局車両の乗り入れは当駅までとなっている。島式ホーム2面4線を有する地上駅で折り返し可能な配線となっている。 京城駅舎を備える。直営駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護下の利用が可能である。深夜から早朝の間、数本の電車が夜間退泊する。改札内にはグランドピアノがストリートピアノとして設置されている。2020年度の1日平均乗車辞任は5364人で、 JR 九州の駅としては、久留米駅に次いで、第23位である。長らく、地区比線の単体の駅としては、最も多かったが、2014年度に、九大学圏都市駅に追い抜かれた。JR 九州及び、糸島市統計白書によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。糸島市の中心部にあたる。 駅の北側約300メートルの場所を国道202号が地区比線に並行する形で通っている。北口前から国道202号との交差点までの間には県道地区前前原停車場線が通り、そこから北側には県道福岡島前原線が伸びている。北口周辺は前原中央商店街であり、店舗が多い。南口周辺は 住宅地が広がっている。昭和バスが、駅北口、駅南口と糸島市内各地域や、福岡市西部との間を結んでいる。一部の路線は、糸島市、コミュニティバス、浜防護として運行しており、乗り合いタクシーとして運行している路線もある。以下すべて、昭和自動車による運行他に、駅北側の県道筑前前原停車乗線上に、 前原駅前バス停が、駅北側の国道202号線上に、前原バス停がある。前原バス停は、福岡前原、島間特急バス、伊都島号が発着する。1997年頃に当駅を、伊都国前原駅と解消する運動が、地元商工会から上がったことがある。これは、福岡市西区内の新駅の駅名案に、 糸駅が有力となったことが発端で、糸国の本家は前原であるとの意見から運動が起こったとされる。当時の前原市議会や市長も前向きな態度を示し、実際に JR 九州に対し陳情も行われた。しかしながら、地元でのシンポジウムで、高校生が生まれ育ったのは前原で、糸国の名前に馴染みはありません。 看板を変えても街は元気になりませんと発言。結局この意見が取り入れられて、駅名解消はさたやみとなった。この騒動の名残として、駅の階段下に、糸国前バルシと刻まれたモニュメントが設置されている。ありがとうございます。